はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。続きをやっていきたいと思います。美少女サッカーゲームですね。美少女サッカーゲーム。なんていうタイトルだったっけ？ビーナスイレブンビートだ。よーし。やっていきたいと思います。ちょっとね、首位上で中途半端なとこで終わってますが、続きです。ゲームスピードが選べるようになって速くなります。なんで、ルーミーサイクロン。はいはい、ルーミーストライクだったのにね。取れた、ルーミン。お。OK。いいです。いいね。いい流れだね。さあ、ストレートライン。決まったゴール。ミッドフィールダーでもシュート決められるんだ。で、また、ルーミンが。ちょっとこの子が、奥田ヒカルが、スタミナを消耗しだしてきてるなぁ。エミリーってディフェンダーだったんだ。ディフェンダーじゃない。ミッドフィルダーだったんだ。スレアちゃん。ちょっと待った。244に変えたいが。フォーメーションって変えられないのか。この子に変えてキックオフです。さあ、もう取りました。早い。やったストレートライン決まった。ゴール。おっと、ルーミンがもうスタミナがほとんどないけど、わからないな。ここでポジションがわからないというのがちょっと。勝ちです。ルミン MVP です。さあ、続きいきましょう。面白いですね、この朝木は。自在に構えられます。
っとフォーメーションを変えたいが、さあ、あれ？ちょっとお腹空いてるかも。ホットファード。おー、ルミにもうタッチ超えた。ルミストライクブーイ。はい、決まった。あれ、ルミストライクなんか使わなくてもいい？余裕でいけるやん。オッケー。あまり使う必要ないのかもしれん。ここぞっていう時、使った方がいいのかもしれないですね。まあ、ボールをいかに確保するか。ですよね。普通のシュートで決まっちゃう。普通のシュートですからね。普通のシュートでも普通に決まっちゃいますからね。願いって悲鳴が聞こえてきます。なんだ、スキル使う必要なかったんだ。ヴィーナスハートや、でもいろいろ確保できます。さあ、遠征から戻ってきた選手がいますね。もう一度遠征へ。ダンスまでありますね。レアリティで、レアリティ優先して鍋変えると、あとエミリーとつむぎが一番あれですね。なんで
ステータス条件が上がります。いちご超大福、これでシナリオを回復をさせる。スカウト期間無料1回ってありますね。1回はあるんだけどな。ちょっと割り引いてくれるスカウトもあるみたいです。お、星さんは悪くはないですね。フレンドスカウトも使えます。使ってみましょう。おっと、エミリーの RPT が5上がった。 RPT ってなんだ。能力でも上がるのかな。欲しい。まあいいでしょう。シナリオですね。試合の続きをやりましょう。ロマンスとシエスタ。アリーがいいですね。わーっていう感じです。
ちょっと意味深な。変換シュート。はい、オッケー。あっさり取りましたね。ルミンストライク、ブーイ。決まった。大丈夫そうですね。後半行きましょう。シュート行くかな。まだ。ルミストライク行きました。決まった。おっと、なんと跳ね合えた。シュートを打った。直接入れて入った。さ、メイカーのシュートはならず。そういうこともあって。いいです。いい話ですね。スポーン。とマジでですね。成長期。さあ、これで四部に上がりました。四部に行ってみましょう。さあ、これで試合開始。あららーっていう感じですね。本当けなげですよね。本当泣きそう。
あ、捕らえますね。しかし取り返した。これは見事。さあルーミー渡った、越えた。まだあのシュート入れ合いそうですね。ピエンピエン、うん、トライウシも出てきましたよね。一応リードはしてるけど。影山美桜に変えましょう。超えた。一気に行く。シュート決まった。2点目。上野由紀奈、特にあのスキルいらないですね。あとルミスサイクを使わなくてもシュートは決まる。勝利です。おお、いいですね。親子、親子丼かな。いいですね。またルーミンか。さあ4部続きです。あ、その前にですね、ドリームチケットがある程度貯まると交換できるのか。なるほど、いろんなフォーメーションが選べるわけですね。
さてと、当然のごとくリアリティを高い順に並べないといけません。キーパーがいるとありがたいんですけどね、今キーパーの中でありリニアのが一番マシというのがちょっとね辛いとこではあります。でもリニアルを入れましょう。ミッドフィルダーは十分強いですね。さあこれで試合をやってみましょう。一度とビートボードっていうのがありますね。そういえばスリーポイントがない。こうすることに B ポイントを取得できるんですよね。シナリオですね。シナリオがあります。見ていきましょう。若い頃かな？スタミナ丼。かわいい。別れる時は来る。誰だ？抜けました。ゴール。2点目。早くも2点目。またルーミンがパスカット。ルインばっかりやん。
ポジティブパンス。お、ここでは決まらず。抜けた。ルーミンストライク V。3点目。終了です。さあ、これでどうだろう。技がひらがなのはいいですね。胸を張ってが来た。シュート決まった。早くも1点。ミレーヌですか。ミレーヌじゃない。取りました。ルミに渡ったが、ここはシュートせず。あら、シュート打っても前半戦強制終了あるんですね。おっと、6シュート。またコーナーキック。今度はシュート決まった。いちご大福なんていうのもあるんですね。ルーキープラス。あ、あのいちご大福か。
特訓もありますね。さて、好感度アップばっかり多いですね。おっと、ステータス上限がアップした。トリコですか。さあ、インターセプト。ポジティブパス。ルーミー来るか。ルーミースタイクブーイ。取り切った。前半戦終了、ここで。さあ、残り時間があまりない。イノセントドリンプ。ゴールキックだ。残念。試合終了か。さあ、少しずつレベルは上がっていくが、まだまだですね。さて、はい、終わりました。ヴィーナスイレブン、ビビットですね。え、終わってない？あ、行動力はもうほとんどないんだよ。ということで、次回もし、このリーグをやれるんでしたら、4部の5試合目からなんで、おそらく昇格いくと思います。それまで、お待ちください。もしくは別のイベントやっているかもしれません。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。